はい、M コーポレーションのカズリンです。こちらですね、目詰まりしていたプリンターの、クリーニングが完了しまして、今からノズルチェックパターンの印刷をしてみたいと思います。で、このノズルチェックのパターンを印刷しまして、ね、きれいに印刷ができていればですね、クリーニングは完了となります。はい、出てきました。ちょっと見づらいですが、しっかりとですね、すべてのノズルがきれいに印刷されております。で、これでクリーニングは完了になります。では続きまして、目詰まりをしているときにですね、印刷した、同じ写真のプリントをしていきたいと思います。目詰まりしていたときは全く黒が出ていなかったので、このような色あせたような、ね、写真となっておりましたが、実際にですね、印刷してみて、きれいに印刷できるかどうかを見ていきましょう。同じ写真を選択していきます。はい、では OK を押します。はい、印刷スタートです。こちらですね、このような印刷の状態だったものがどのように、きれいになるか、見ていきましょう。印刷まで少し時間がかかりますので、ワンポイントアドバイスですね。クリーニングカートリッジをですね、出した後、取り出した後ですね、もう一回ヘッドクリーニング作業をしてください。そうすることによってですね、ヘッドの中に、クリーニング、インクがですね、しっかりと充填されて、綺麗な印刷ができるようになります。これをやらないとですね、クリーニングカートリッジの透明な液だけ出てきてしまって、最初の1、2枚がですね、綺麗に印刷されないと、そのようなこともありますので、ぜひですね、必ず、ヘッドクリーニングの作業とノズルチェックパターンの印刷はしてください。では見比べてみましょう。まずこちらの方が、ノズルが詰まっていた写真。そしてこちらの方が、今回綺麗にノズルが綺麗になったプリンターの写真になります。比べていただくと一目瞭然、しっかりと黒が出てですね、綺麗な印刷ができております。こちらですね、M コーポレーションの通販サイトでクリーニングカートリッジ販売しておりますので、ぜひですね、目詰まりをしているプリントをお持ちのお客様、ぜひご利用ください。